最近ミュージック、最近 TV、 oh yeah。はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンとヤマト、ユータ、リョウ、キルダ、アミ、カモダタです。いやー、来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回なんと初のコムドットコラボです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。6のセイキン TV へお越しくださいました。お邪魔します。ということでね、今日は大人気のコムドットに、来てもらったわけなんですけども、まあ、今回初めてのコラボ動画ということで、はいはい、まあ、まずはね、ちょっとこう仲良くなりたいなと思いまして、なんかちょっとこう美味しいもんでもね食べながらトークをできればと思ってるんですけども、はい、今回ちょっとルールがあります。おー、はい、英語&敬語禁止焼肉やりましょう。敬語ですか？マジすか？ちょっときつめかもしれない。初めてみんな2個縛ってくれる。英語は得意でしょ。英語禁止も慣れてる。資格とかでそこは多分僕の方が弱いと思うんですよ。はい、はい、2段階にして最初英語だけ禁止にしといて、はい、で、まあ中盤ぐらいから敬語も混ぜていく。なるほど。っていうのがいいのかなちょっと今思って。すごい、ありがたいです。っていうのはそうそう、まず馴染むところから。まあそうですね。そうそう、視聴者の方もちょっといきなりずらっといろいろロケが分かるやばいやつらだと思う。ただのコムドットがやばいやつらだと思っちゃうんで、あのちゃんといい形ですっていうことをちゃんと学んでいただいた。ありがとうございます。上でのそのルールと乾杯したいところなんですけれども、はい、もしも英語言ってしまった場合、あ、いや、なんもないな。罰的だ。おお、やばい。こういったものが、はい、セイキン TV にはございます。トンカチ、これを持ってください。叩くやつですね。これは YouTube の規約的に大丈夫なんですけど、これはですね、あの特別に OK を。あ、はい、ですね。はい、ぜひこれで。だから多分、はい、これちょっと大きいやつ。おお、誰かにちょっと大きいやつですね。だってこれ製品さんがどっちみち罰ゲームですよ。僕たちだって製品さんの頭をこうなんだよ。大将あります。大将ちょっといろいろ、はい、正面の人叩く感じで。いや、バカか、お前。俺が製品さんじゃねえ。まだバカか、お前。右手叩いてしまう。こういうことなんですね。はい、まあだから英語を言ってしまった場合はこれで、はい、隣の人こう、まあ、隣でも、まあ、隣でもいい。まあ、そうそう、言わないでください、セイキンさん。本当に、本当に俺危ない一番危ないのしまって。お願いします。先輩、それでは、はい、ついちゃう、危ない。乾杯。ありがとうございます。お疲れ様で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 す。いただきます。いただきます。いただきます。あー、美味しい。どう、桃ジュースは。ジュース、ジュース、ジュースやばいです。やばい。ジュース、やばい。おうこれ、うわ、もうスタートしてんのやつ。これ誰だっけ。よく開幕一番いけるね。一応、怖いよこれ。まあ、両サイドが一番やることになるだろう。まあ、そうだね。でもそっか、みんな慣れてんのか、結構。はい、結構慣れてます。数え切れないぐらいやってる。英語禁止は結構ドライブしない。あ、ドライブはです。なるぐらいはいい。大丈夫ですか。大丈夫。ビリがあってよかった。これがちょっと全然、これもこういう企画ですから全然もう。もう聞いていただいて。効果も入れないでください。この殴る瞬間。強い見せ。イメージ大体コムドットやんちゃだ。イメージか。うわ。バカ強い。さあやばいです。これやばい。普段のその英語禁止の時は結構こうなる。言う人と言わない人が分かる。そこで分かるんだ。結構得意な人は言わないんだ。はい、徹底的に。誰が得意だ。彼は。彼は弱い。あ、そうなんだ。あっちゃん強いか。いやー、どうだろう。自信はないけど、一本取って二回とかしか言わない。うん、すごい。今あるね。あ、そう。あのソラチョキさんとコラボするときは結構行っちゃったんですけど。ソラチョキさんって。ソラチョキさん。あ、ちょっと英語回避した言い方が。そう。そういう英語ではない。そういう英語ではない。ソラチョキさんね。そうです、そうです。はいはいはい。と、2時間ぐらい回して、やった時は結構いっちゃいました。そうなんですよ、僕だからずっとソロできてるんで、これ慣れてないんで。ソロやな。セーフさん、すいません、ずっとこれね。やばいやばい。でも俺の場合は、その、なんだろう、敬語の方は引っかからないんで。あ、そうですね。確かに。序盤に引っかかったり、ずるすぎる。僕も結構弱い方なんで。あ、なるほど。英語が得意ってことかな。いや、まあ、そういうわけですけど。ネイティブとかだ。
ネイティブ言う必要はありました。ネイティブ黒花牛の炭刺しと刺し、ハラミの刺身でございます。いやー、これも食べれますか。そちらの方は飾りなのです。はい、トリュフです。お、まじゃあこれトリュフ。食べましょう。はい、いただきましょう。いただきましょう。いただきましょう。いただきます。うわ、やばい。めっちゃ美味しいですよ。いただきます。いただきます。美味しい。好きだ。うまっ。うまっ。めっちゃ美味しい。うまっ。結成したのがいつぐらい？2018年。18年の10月です。3年半ぐらいでもここまで来たわけですよ。最初は僕とユータで2人で始めて、で、あっちゃんがもともと YouTube やった。あっちゃんがそうだね。そう、一応 YouTube でソロやってもらった。いや、YouTube が先だった。ソロ。そっから最初ユーマがちょこちょこ動画に出てくるようになって、まあその期間あっちゃんと普通にコラボとかもしてたんですよね。来てますね。ちょっと弱い。ボーノード言ってました。そうなんですよ。でコラボとか撮ってて、これあの進めろ進めろ、一緒に動画とかも撮ったりしてて、でまあ最終的に3人目でユーマが入って、4人目でヒューが入って、でヒューが仕事してたんで仕事辞めて、であっちゃんも自分のソロ活動をまあそこでピリオド。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 ピリオドつけたいだけ。なんでじゃん。終止符っていう方が変かな。そこであっちゃんが終止符を打って5人組になる。なるほどね。地元が一緒なんで家がもうみんな徒歩3分。そんな近く。めちゃめちゃ近いです。それはすごいね。でもそのチーム力。待ってください。サルビーさん、探して英語です。すみません。なんていう日本語で来るんだろうと思ってた。振り返ったら一瞬だけど、当時はすごい長く感じました。まあ、そうそう、一番初期の頃ね、まあ、まだ全然その知名度もないような頃、はい、それこそね、やっぱ原宿で声かけをして、はい、そうです。もう一人一人に、一人一人にチャンネル画面を見せて、心がこういうことなんですけどみたいな。チャンネル登録お願いしますみたいな。すごいね。その気持ちですよ。すいません、あのいい話のところチャンネル登録たまには行かないとね。シャーッと存在してます。どっから勢いがついたんだろうね。何をきっかけにみたいな、なんかあったのね。声かけを半年ぐらいしてて、あ、そんなにやってたの。1万人行くまで声かけ続けようって決めて。それ毎回動画でやってるんですよ。もう動画外です。だから動画外です。すごいガチのやつ別でやってるんです。昼の時間とかに原宿に行って300人声かけ、普通のそれ宣伝というかもう PR。 あ、そうね、 PR 活動がね、ありますから。 PR 全く別の仕事ですよ、僕たちから。動画を作るのと人に売り込みに行く営業活動をしてたわけだ。視聴者の人を増やそうと思って、見てくださいって直接行ってたら増えたよね、1万人までは。あ、それで増やしたんだ。5、6万人声かけて。それはもう積み重ねだね、本当に。なかなかいないんじゃない、そんだけの期間をずっとそうやって、なんだろう、動画外で声かけをするって。あんまり多分 YouTuber だったらやってないと思うけど。 YouTuber 声をかけると意外と動画見てくれたりする。そっから見てくれたりするんだね。で、ファンの、まあ、知らないけど見てくれるんだ。ああ、そうなんだ。友達になるぐらい話したりするんです。あ、そんなに、はい、マジでって見てほしいんだけどからみたいなのをめっちゃ言いまくると、あ、なんかあそこで頑張ってた人たちいるから見ようかなみたいになってきて、後から見たりして多分登録してくれた。そうです。会いに来てくれたりするんですよ。動画見たよって言いに来てくれたりとか。毎日そこにいたいるからね、はい、常に原宿なんだよ。そうです、原宿の。それはもう聖地だね。そうです、聖地です。コブドット誕生の聖地みたいなところ。そこでこの前ヒカキンさんと写真撮って。なるほどね。それはなんか感慨深い。はい、身近動画の。あ、短い動画。短動画。何する？若者流行短動画。あ、え？何する？若者流行
短い動画厳しい、わかんないけど、わかんないけど、わかんないけど、 TikTok、 ああそういうことですね、身を手伝っこういう時強い、たまってたもん。僕たちはそのまあ、ヨウツベの切り抜き動画をそっちで上げ始めたんです。あー、ヨウツベの方は主軸の、あ、そうです、動画をアップロードして8分とか12分とか、長い尺のね。で、こっちでは15秒ぐらいアップロードアップロードやばい小さい子だったんですよCM みたいなもんですよ。おしゃーないってよ、もううまい考えというか、うまく使ってるというか、そうです、そうです、プラットフォームスリングしていゆっくり行ってたぞ。お祭りみたいなのしたのが多分新しくて、革命とか、まあ革命だね、確かにね、今もやってますけどね、今革命の月今その週やってましたね、その時は。当時はね、革命の週を何回もやるみたいな。そうです、そうです、それを経ての今、革命の月っていうね。何を言ってるの、居酒屋みたいな、居酒屋みたいな、そうそうそう、はけ居酒屋みたいな、はけ居酒屋みたいな。そんな一味のこと何がする、キャビア、マグロと、あ、いや、トリュフもやっぱ全部全部全部みたいな顔、面白すぎだろ。こんな黄色い卵ないわ、オレンジだね。個人的な願望なんですけど、はい、まあけど言えないな、頼むわ、言ってくれ。何何何急に、さっき一人でボソッと言ってたんです、令和バー何まだ大丈夫か、まだバージョンのバージョン、バー令和版のあのヒカキンさんとの国際愛ちょっと一発で分かったけど相当いいとこ行ってるね。はい、希望してるんで聞きたいです、これはぜひ聞きたいです。なるほど、分かってる、国際愛、さっき言ったじゃない、ちょっとね、あの、そう、コムドット側でもあの撮影しましたけど、その時の話でもあったと、はい、あの時まだ平成ですけど、平成の頃に僕がヒカキンで歌った国際愛、はい、国際愛です、どういうの分かってるか分かってるか、いや、そういうことです、そうですね、もう一ファンとしてそれでも言ってもらえるのはすごく嬉しいことでね、ほんとずっと聞いてたんで、学生の頃でしょ、学生の頃です、そのぐらい前だもんね、はい、9年とか、そのぐらい前、10年ぐらい前だったし、その頃からずっと優太と話してたんですよ、中2、中3、中学2年、はい、優太すごい、YouTube っ子で、これくらいの音楽機械に録音して、あの落とし込む方法とか分かんなかった、素の素材を流してそのまま撮るボタン、録音して撮ってました。あの僕ずっとやっぱりその音楽がスタートなんで、その後にこういう楽しい動画を撮るようになったわけですけど、やっぱりその音楽愛は非常にこう高いものを持ってるようになって、音楽に対するこの情熱っていうのはずっとこの10年から変わってなくて、最初はそういう有名な歌手の方々の歌を自分なりに歌ってみようみたいなところからスタートして、まあでもそこからこうだんだん時を重ねると、やっぱりこう自分だけの歌を作りたいってなって、人の歌を歌うんじゃなくて、やっぱり自分の思いを込めた歌を自分で作って歌うところまでみたいなっていうのがこの10年から変わってなくて、ずっとこう追求してる部分ですね。2人からの要望は結構熱い、いや、これすごく熱くてすごく嬉しい、むしろやりたい、そう、そこが一番情熱を持ってやってる部分、それが国際愛です。まっすぐ、でもね、ほらもう忙しいからさ、最近だとこうゆっくりね、みんなでこう食べる機会もないでしょ、ないですね、ないもんね。誰が一番行ってないの、ユーマ、俺が2回ぐらい、全然行ってない、全然ない、でその次がヒューマ、俺も来るの言わないね、喋ってる割には行ってない、あっちゃん三大チームに結構行ったから、ああ、いやいや、三大チームなんだっけ、三大チームは俺が思ってる限り、キャビアと、なんだっけな、あ、トリュフ
フォアグラ。いや、キャビアそんなチームだっけ。いや、だからキャビアとフォアグラとトリュフ。いや、違う、いや、トリュフさん忙しくなってましたね。忙しくなってましたね、これは。なんでこっちが詰めるんでしょう。コムドットで言えばあれじゃないですか、地元乗りを全国に行って、はい、っていうテーマがありますよね、はい。それは地元をやっぱり愛してるからっていうことなのこれ。あ、そうですね。てかノリがもう自分たちしか分かんないノリみたいのもあるってことです。意外とそういう意味で捉えること多いんですけど、うん、そういうわけじゃない、そういうことじゃなくて、じゃなくてね、どっちかっていうとなんかこう昔、例えば全然お金ない頃に先輩がじゃあラーメン連れてってあげるよ、はい、で連れてってくれた、うん、その時のなんで受けた恩恵とかを、はいはいはい、じゃあ受け継いでいく。なるほどね。どっちかっていうとかっこいい感じ。そうですね、そういうテーマをやっぱ持って、そうですね、自分たちがかっこいいと思うこの流儀みたいなのを伝えていきたい、伝えていきたい、広めたいっていうことですね。そうですね。ああ、なるほど。なんか自分たちのノリだけとかいうわけじゃなくて、なんかその閉鎖的なものではないではないんだ。あんまり知らない人からすると、ああそういうこと、なんか自分たちのノリのあれなのかなみたいな、はいはいはい、思う人もいるんじゃないかなと思ったんだけど、そういうわけじゃなくて、もっといいテーマだったね。テーマはちょっとすいません、最後買いましたね。嘘、ま、テーマじゃあ3発目、ここから敬語が追加される。そっか、そろそろかな。でも確かにもう敬語敬語でも、まあ、失礼とかじゃなくて僕らに乗っ取ったっていう形で。いやー、これ悪い切り抜きとか本当にやめていただきたいです。本当にそうですね。そこはね、お願いしますね、皆さん。先日に出てきていただいて、これは違うぞと、いちいち弁明するってことですね。これに関してはって毎回なんかやばかったら出ますって呼んでいただければということで、じゃあこっからルール追加ということで、はい、今までは英語禁止だったんですけど、ここから英語&敬語禁止と、はい、いうことになりますので、はいとかもダメか、かなり難しくなります、これは。お名前を呼ぶときだけは最近さんでもいい。いや、そこはもうセイちゃんですね。わー、セイちゃん、ここからはこうなります。そうするね。だからここからじゃあ、よーい、スタート。始まった。え、スタートって言うの。スタートめちゃくちゃ敬語だけど、スタートって言うの。まあ、ね、すいません、ごめんなさい。めちゃくちゃ敬語。お前、殴る時まで、俺やってくれて。別に俺はつけなくていいから、別に同い年ぐらいのつもりで。ああ、なるほど、なるほど。了解、せいちゃん。ちょっとなんか違うけど、ちょっとこれダメだね。ちょっと違うんだよ。かましてる感が、かましてるわね。普通みたいにすればいい。そうそうそう、もうちょっとさ、自然な感じでさ、無理ない感じで。そうそうそう、でもこれ冷めちゃったよ、多分。はい、違うんだよな。ちょっとやっぱり難しいよ。そら貯金の時と違うんだけど、ダメじゃない。それ結構悩みなんですよね。僕たちのできない。加減が分かんない。難しいね。まあまあまあ。タメ口できていいよって言われるんですけど、言われるんだやっぱりね。めっちゃ言われる。うん、まあほら、みんないい人が多いから、もう、はい、もうもっとさ、楽しくね、仲良くやろうよってことだと思うんだけどね。難しいよ、ね、えげつないぐらい敬語言ってる。今は大丈夫、ここはでも大丈夫な期間もいい。英語言ってないけど、こっから増えるな、こんなんちゃう。そうだね、じゃあなんかいろいろ聞いていこうかな。例えばこう、コムドットとしてこう活動してて、うん、うん、あっちやん、あ、最高。そうそう、それだから加減が必要ですよ。喧嘩売っちゃった。でも加減が全員できない。普段やんないから許すっていうのは前提でもね、無理だよね。一番やんない、俺も一番できない。それはね、やっぱりあの玉投げですよ。玉投げ時代のしきたりがね、やっぱ厳しいですから。でも逆にだからすごく礼儀ができるっていうことだと思うんですけど、でもここは破らなきゃいけないから、ここはちゃんとルール、そうそう、まあ一応そういう、そうだね、それやめろ。ここを使えよ。ここ別に用意されてないよ。そう最近その活動する中で一番こう大変なことって言ったら、大変はなんか大変だなとか苦労してるなみたいなポイント。大変は、うん、編集やってるから寝る時間がない。あ、寝る時間がない。単純に、うん、なるほどね。まあ、それでも本当みんなだもん、寝る時間。そうだね、うん、まあ、寝る時は寝るんだけど、寝ない時の時間が本当ないと。あ、もうあまりにも寝れない時あるもんね。そうそうそう、差が激しい。そう、差がだって一応ほら、なんとなく知ってるけど1時間とか3時間とかね、そんな。あ、そうだね。そんな状況ってことだよね。そうだね。その時に、この1日バーって、うん、
撮影とかが入ると大変。あ、確かに寝れない日に朝から寝れないまま行っての撮影ね、うん、そう、夜まで。それはきついね。え、せいちゃんは一日どれくらい寝るんだ。せいちゃんはね気になるね。確かにいいね。やばい、ない感じでいい。唯一、柔らかい感じで感じるんだろう。ガチガチしてないです。ありがとうございます。だいたいどれくらい、どれくらい寝るか。まあ日にもよるね。でもこれ結構バラバラで、昔よりは寝てるかもしれない。やっぱりその昔は本当にもうめちゃくちゃで、生活リズム本当に夕方4時とかに起きてた。もうめちゃくちゃで、そうなりやすい仕事だもん。そう、やっぱりリズムちょっと狂っちゃうと、リズムすごい両方にちょっと狂っちゃうと、一時期もずっと逆転生活みたいな感じで。せいちゃんサラダで止まってるじゃん。なんだろう、食べるから。せいちゃんサラダ、ちょっとね、そう、せいちゃん同時にいろんなのできないんだよ。あ、うん、せいちゃんって、うん、外食とか行く。最近は全然行ってない。おお、これまた何で、うん、楽しいだろ。なんで違うのよ。なんなんだろうね。空間が止まってるもんね。俺が言うとしなきゃ。基本はもう家で作ってもらってるから、食べに行かない。なるほど。ほぼ、うん、幸せな、まあ、そこはね、感謝しないといけない本当に。せいちゃんは奥さんの好きな料理とか。昔からのめっちゃ仲いい親友じゃん。せいちゃんは同窓会みたいだったね。もともと仲いいんだけど、同窓会でちょっと久しぶりみたいな、かなり久しぶりみたいな気がさって話したけど、せいちゃんはちょっと奥さんの料理で好きな料理とか。あ、好きな料理、でも別にそんなになんか珍しい料理とかじゃなくて、普通のそれこそ英語なんだ。英語の話、唐辛子が、いろんな唐辛子を混ぜた。あー、中華けめしですか。違うね。え、なんだ。すりつぶして混ぜて、うん、まあその素みたいなのが売ってるよね。おお、それをこう、鍋で溶かして、あー、まあ茶色いよね。ねー、人参とか入れたりして、家で食べたら結局あれ一番美味しい、ね、結局そういう、もう定番的なあれだ。あれね。あれか、あれだ、うん、あれだ、あれ、みかん 100%。 みかん 100%。 はい、かしこまりました。来ました。パーセントやばい、取れてんの。みんなドリンク大丈夫。お水を、お水を、はい、せいちゃんさん、ドリンクすいません。飲み物大丈夫。気遣いは、お水も大丈夫。こだわりを聞きたいんですよ。そう、なんか俺らやっぱフォーメーション、うん、配置、配置、配置、何それ、配置、配置、配置があって、3人2人で座るから後ろをいちいち見れないから、はいはい、このカメラでどういう顔してるのかっていうのをお互い確認しつつ、あー、リアクションとかね。一つで大丈夫です。俺ね、大丈夫。俺ここある。大丈夫。がっつり英語多いわ。本当に。やばい。本当に。やばい、マジで。がっつり英語多い。何個出せるかをやってると思う。俺。裏切ってるし。だからそれを確認してるわけだ。その画面上で。そうだね。確認しながら、合間、前見ながらだね。いろいろ確認してるんだね。うん。一番のこだわりって言ったらさ、面白くないものは絶対出さなくなる。あ、はあ、自分たちが満足いかなかったら、うん、出さない。それね、撮っても出さないことがある。撮っても出さなかった動画は何本かある。あ、やっぱあるんだね。なるほど。それ、編集する前に、マジ、いや、編集もして前に潰したことも、うん、撮ったけどね、うん、みたいな、なんかちょっと撮り終わった微妙だったねとか。で、やっぱ自分たちが面白いと思えないものを世の中に出すっていうのは多分ありません。これ完璧に編集したやつもやめようってなった。ああ、なるほどね。6分ぐらいと。なんだ。その8時半に間に合わなくても視聴者の人にごめんなさいってして12時まで頑張って編集してマックスのクオリティのものを出す。なるほどね。マックス。やっぱりだから品質はやっぱり重視してる。めちゃめちゃ多分。それはでもこだわりだね、やっぱりね。雑なものは出したくない、絶対に出したくない。いや、そこは出したくない。あ、せいちゃんがなんて、俺今見てびっくりしたの、自分で。ちゃんとこの辺見るといつも肉いっぱいあるんですよ。
ザートですね。はい、デザートです。デザートだ、忘れちゃってる。これもう、もういいですか？英語も綺麗ですか？もうちょいか、もうちょいか。私は一応デザート忘れてた。だいぶ時間、途中だいぶカット入ってちょっと時間見たら分かんないけど、まあいただきましょう。デザートね、はい、いただきます。これすっごい、なんだこれ。なんかバニラアイスみたいな。マジダメやん。いやいや、バニラアイス。忘れちゃうよね、もうね。もうハンマーなくなっちゃってんの。誰が一番言ったんだろうね。もう数えてないからわかんないけど、多分絶対俺だと思う。多分そうですよ。一番、次は危うくない？山田くん。俺かな。うん、多分山田くんだと思う。いや、一番言ってない。忘れて今喋ってる。奥でご飯食べてた人だから。ガタク入っちゃってた人だから。同じ宅になっちゃった人だから。えがいね、相席だよ。もう何、相席されたおじさんだ。ものすごい相席だけど、その奥めっちゃいい人や。乗ってくれてると。めっちゃいい人。はい、ということで、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日最後にちょっとね、ちょっとしたプレゼント用意して、それをちょっとお渡しして、これにしたい。おー、マジっすか。はい、ちょっと待って。はい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 。プレゼントです。これ山田くん。ありがとうございます。これゆうた。一人ずつ。マジで。はいはい。これ違いだ、ゆうま。あ、ありがとうございます。うわぁ、ありがとうございます。あ、あ、なんじゃなんじゃ。おぉ、ありがとうございます。ありがとうございます。よ、あ、すみません。はい、ありがとうございます。よかったら、よかったら開けていただきます。ありがとうございます。ちょっと、え、これはすごい。マジか。うわぁ、よしよし。うわぁ、そう、ね、みんな帽子なんですけど、はい、帽子をプレゼントということで。ありがとうございます。ありがとうございます。その気持ちなんですけど、まあみんなね、おしゃれなんで、ぜひかぶってもらいたいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。似合う。おーい、これ蹴ってる。わっちゃんの子もなんか逆にバレちゃう。あ、ほんとに。めっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこいいです。ありがとうございます。いやいやいや、その気持ちなんですけどね。いや、多分ね、こっち系は多分リバーシブルかもしれない。もしかしたらね。うん、イエーわ。あー、出しちゃった。変装にしたらちょっとバレちゃう。ちょっとバレちゃう。ありがとうございます。あっちゃんもリバーシブル。いや、こっちは違いますよ。これは違う。あ、でもリバーシブルか。だってマークあるよね。あ、リバーシブル。リバーシって見て。おリバーシブル。リバーシブル。ちょっとヤンちゃんのやつちょっとすごくて、はい、あの模型リバーシブルってものって、そこね、あのサングラスさせる。サングラスさせると結構かっこいい。なるほど、すごい。っていうところで、よかったら使って。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい、嬉しい。めちゃめちゃかわいい。フォローしていただいた側。いやいや、もうこちらこそ。僕もあの本当にね、もうだから声をかけてもらって、コムドットコラボマンスの方にもね、出演させていただいて、で今回こっちの方にも出ていただいて、楽しく撮らせていただきました。またぜひ機会があればよろしくお願いします。それでは今回は以上となります。またお会いしましょう。 See you next time.